俺だよって声どうもザマスクじゃこんばんはレオジンと申します。モンスターハンターボールド実況プレイ取らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ということで、新しくモンスターが来ました。以来森の精霊ことエンシェントレーシェン1頭の討伐でございます。まあ、前回の普通のノーマルレーシェンはゲラルトさんをね操作して、まあ、討伐することに成功したんですけども、まあ、今回ハンターをね操作してね、そのレーシェンのまあ極ベヒーモスみたいな立ち位置になるのかな、パワーアップした状態のエンシェントレーシェンをね、倒していこうかなと思います。まあ何回か戦ってみた感想としては、ガンランス非常に辛いのかなという、感じが僕はすごく思いましたね。まあ、とにかく削りダメージがねきついのと、あと納刀が遅いんでね、あのスリンガーがまともに打てない、まあ、いざって時のスリンガーが打てないっていうのがかなりの弱点になるので、ガンランス使いはかなり気合い入れて戦っていかないと難しいのかなというふうに思います。ということで今回僕が、まあ、今現段階の環境というか、まあ、僕が今戦ってみて一番まあ適正なのかなっていう装備をね、今回ね対策装備として紹介していこうかなと思います。あくまでも参考の一つとしてね、ご覧になってくれたら幸いだと思います。今回使用する武器は金色の重装爆輪でございますね。金箔買い替え会でいかさせていただきます。やっぱり回復するタイミングが非常に辛い、気がついたらもう体力半分以下減ってしまっている状況が非常に多かったので、まあ、今回はねめちゃくちゃ回復できる、まあ、金箔を使ってやっていこうかなと思います。で、スキル構成は、まあ、ゼノを中心ですね、技物で使っております。で、体力増強、体力回復力アップですね、この3つ、まあ、技物と、金箔と、そして、体力回復量アップを使って、まあ、研がずに、かつ、まあ、近くに戦ってても削りダメージを回復しつつやっていくみたいな感じですかね。で、砲術眼性の精霊の加護ですね、削りダメージを少しでも緩和、あと、まあ、エンシェントレーシェンの攻撃結構強いんでね、まあ、ダメージを軽減するという意味を込めてもね精霊の加護つけてます。で、回避距離アップ、ひるみ軽減で、砲弾装填数アップ、ガード強化といったところでしょうか。今回のガード強化は、高速攻撃ですかね。捕まってしまうとソロでは即死なのかな。まあ、めちゃくちゃダメージ食らう高速攻撃があるんですけども、それをガードすることができるということで、ガード強化を今回載せてます。まあ、こんな感じですね。まあ、ゼノシリーズで固めつつ、まあ、金箔回復回の、ね、回復力を生かした、まあ、戦い方をね、今回やっていこうかなと思います。装飾品はこんな感じですね。まあ、鉄壁が3つ、砲術3つ、まあ、こんな感じですかね。まあ、基本的にまあレアな装飾品を使ってる感じで戦っていこうかなと思うんですけども、これでもまだちょっと回復量が足りないので、もしかしたらウルズのね超回復力とか乗せた方がもっと安定するのかなと思いますが、今回はね技物で運用していこうかなと思います。ではね、エンシェントレーシェン、討伐していきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで新しいメインクエスト森の精霊やっていきましょうか。レーシェン強いんだよな。レーシェン強いんですけどね。さあ頑張っていきましょうか。さあ、じゃあちょっとレーシェン戦まで、レーシェンのところに行く前にちょっとカットします。はい、ということでたどり着きました。レーシェンがね最初開幕岩の下にいるので、まあ、落石狙っていけば最初はダメージ通ってね、ちょっとだけ体力減らすことができますね。さあ、ということでレーシェンやっていきましょうか。エンシェントレーシェンか。まあ、立ち回りと基本としてはガンランスの立ち回りはそうですね、あいた、基本的にはもうこいつの後ろに回る状態かな。周り後ろにいたいですよね。ずっと後ろにいたいんですけど、ちょっと体力いきなり削られていってしまってやばいんで一旦回復します。多分納刀するタイミングがほぼないよね、ガンランスは。もう本当に納刀術つけてない限り多分納刀することはないので、基本的には。で、ジャグラスも、まあ、気持ち程度にダメージ与えておいたら誰かが倒してくれるんじゃないかなという、もう他力本願な感じで立ち回っていきましょうかね。このワープが地味に辛いんですよね。このワープが地味に辛いんだよ。追いかけなきゃいけないからガンランスはよ。こっちやろ。いない、どこ行った。あっちか。危ないな。ガセさんあればね、基本どの攻撃でも大体受け止めることができるので、オッケー。そこまでなんかガード性能に頼らなきゃいけない場面はないですね。ちょっとお邪魔。さあ、近いね。カラスかわしてまたワープする。なるべくちょっと方向をねしっかりと確認しとかんと。あとロックオンカメラが地味に役に立つんでね、これは位置が悪いな。バフーン、
あの技だけが多分ね、あのかなりノックバックする技なんで気をつけましょう。食らいたくないですけどね、近い。この引っ掛けは良くない。でまたワープするでしょ。でこの後に閃光玉が間に合わないんですよねガンランスだと。もうほとんどつけてないとね。だからスリンガーはほぼ打てないですね。なんでもう本当に回復とかするタイミングが非常に難しい。近いね、カラス。なんか久々のターン制のね、モンハンみたいな感じで、冷静にやっていけば多分分かるんですけど、ここ。多分あれ逆ガードできそうやな。はい、逃げて。叩きつけて、叩きつけも威力低いな、さすがやね。はい、OK。仲間拘束されてんの？やべ、次。おナイス、先行玉。間に合わないんだよ、この助けるのも間に合わないんだよ、ガンランス。あべ、はい、ナイスです。さあ味方にもガンランサーがいるんでいいですね本当に。さあここを立ち尽くしてる間は流行法。ああ途中でワープしたらねダメージ通らないですよね。さてとこれどうすっかな。マジで助けることも難しいし、ノート術つけた方がいいかもわかんないですね、もしかしたら。これは多分法則でしょ。うん、大丈夫。さあまず月砲撃で体力をマックスして、体力マックスをね維持していきましょう。 あとはそっちか。ワープ前は月砲撃1回が十分かな。はい、 OK。 さああの技は結構隙があるんで、途中でダメージ与える、結構ね途中途中でねダメージ挟めてガード間に合うんでね意外と。よし、じゃあ一旦トイシトイで次のエリアに行きましょう。さあ、ということでエリア移動です。まあ、なんて言うんですかね、金箔回回回のおかげでね、あの回復する時のね時間とかかなり短縮されるので、まあ、その分手数に回せるのかなっていう感じはしますけども、この再来光柱は大事に使っていきたいな。まあ、とにかく納刀する時間を減らさないと多分火力がね出せないんですよね。こういうワープしてる時間とかも攻撃できないですし、そう回復はなるべくアイテムを使わないような感じで立ち回っていきたいなというのは理想的ですよね。それがこんぐらいの多少のスリップダメージとかはもう金箔回回回でもう成り立つぐらいのレベルで、危ないな、やっていきたいですね。ヒーラーありがとうございます。間に合うか、流行法。ダメだ、間に合わない。近い、どこだ、そっち、後ろ。間に合わないな。回避距離アップもねやっぱつけたいですよね。これは高速でしょ、高速は流行法入ります。ただワープするかどうかは分からん。イエーイ。まあ大合いこって感じですね。さあジャグラスは閃光玉投げたいですね。カラス、あぶね。さあ距離詰めて、多少のカラスはもう無視して攻撃、月砲撃ひたすらかましていきます。ワープしないでね、ワープしないで、痛い。これは高速、これは絶対ガード。高速じゃなかった、あ高速だよね。うん、だよねだよね。あやられた、惜しかった。助けるわ。これはおお、今のも高速でしたね。多分ガンランス使うんやったらもう高速はマジで食らっちゃダメでしょうね。まああんぐらいのね、あのスリップダメージがあっても金箔回回回やったら回復できるんですよ。これが強いんだよね。もう殿下の宝刀ですよね、こっちやろ多分。もう近い、これカラス大丈夫。ガセイさんだったらノックバックなしで。これは高速じゃない、ワープするかな、ワープする。いいね、素晴らしい。さあこのダウンしてる間は流行砲打ち込みたいですね。頭にどうぞ、いいダメージ、イエス。でもう一回来ない、よしよし、いい感じに袋叩きになってる。後ろ後ろ、やばい、カラスの量がやばいな本当に。燃やすか、当たってねえんだが誰誰誰が敵士、俺じゃないね。
メニューした。こっちこっち。ショートカットメニューをね、間違えるんですよ、ね。なし流行法。あ、流撃効果だ。違う、もうぐちゃぐちゃや。ジャグラスはちょっと処理しておきましょう。処理できるときにしておきましょうね。この月砲撃だったら若干ね、火力不足なところあるよね。オッケー、なんとか処理完了。まあ、1体ぐらい残しても大丈夫でしょう。さあ、次のエリアまで、カットしようと思います。さあ、ここからが、レーシェンの即死攻撃がね、確かあったと思うんですけども、確か、カラスノバみたいなやつがね、確か追加されていくのかな、確かね、ここからね。なんで、あの敵のモーションにはしっかりと注目していきたいですね。でもやることは変わらないです。危ない。しっかりと相手の動きを見ながら、ワープさせたところもちゃんとしっかりとノちゃんとノックね、ちゃんと見てこう。ナイス、ナイス。こっち、攻撃のモーションが速くなってるね、完全に。さあ、敵死取られましたね。ナイス先行。これは高速ノートして助ける。そう、自分じゃなければね、多分の見てからだと思う。見てからで間に合うんですけど。こっちかな、こっちかな。カラス怖え。ギリ当たって、ここだな。よし、当たったけどもリーチが届かん。ここは流行法チャンス。そう、頭ちょっと前出すもんな、お前。まずい。あー、もう3回あったやつか、これ。くそ、来ましたね、ノバが。ナイスナイスです。ジャグラスを攻撃して体力回復しておきましょう。金箔回復やったらそれができる。オッケーオッケージャグラスがまさかの回復アイテムですからね。この装備はそうです。ジャグラスが回復アイテムなんです、実は。だからもうグレートは本当にもう納刀してるとき、納刀っていうかもう本当距離が空いてるときしかもう飲まないんですよね。じゃないと火力が本当に取れないんですよね。時間かかってしまうんで危ない。もう一回来ない。オッケー。そう、ガンランス。ガンランス行き着く先は、なんとは回復アイテムを使わない。もうこのね、武器だけでね、成立しちゃうんですよ。痛い。それがこの殿下の宝刀。そう、モンハンワールド史上というか、ガンランスの中で一番回復するこの武器、金箔回復回。この武器の恐ろしさ。これは、周りバフンかな。この後流行法入るかな。入るね。よーし、エリアチェンジ。なんとか解かずにね、エリアチェンジいけるから。ただこれソロだとどうなんだろうな、難しいな、ソロだとまた。とりあえず今回はこれマルチで戦ってるんで、マルチ推奨ですけどね、この装備は。さあ、次のエリア行きましょう。ちょっと待っててね、ちょっと待っててね。みんな揃ってから行こうね。よし、来た。よし、みんな揃った。行こう、行きましょう、行きましょう。吠えるだろう。あー、ということで、ここが最終決戦。場所も見落としも基地形も全て悪い条件、しかも狭い。逃げれないですね。後ろ、ベホ。なんであんなところにワープするってや。いや、参ったな。さあ、ここが最終決戦の場となります。タイミングとかもうほんと重なるときついですからね。ウェーブ見えてるわ。それはジャグラスの方向。おいおい、吹き飛ばす。地形の外から、こんにちは。ジャグラスに使っていくっていうね。一旦離れて、カラス。さあ、佇んでますけども、これは流行法チャンス。いやー、お
まあしょうがない、まあ、もらった、まあ、とりあえず流行法させたんで OK。 広がるかそれ。あいって、やばいやばい、ジャグラスにやられる。それは笑えない、 おめでとうじゃねえわ。 OK、 ジャグラスにやられるわけにはいかんわな。ウェーブ、ちょっと待って、こんがり肉食べよう。ちょっとスタミナがなくなってる。敵の城から、あっちか。よし、さあこっからエンジン全開。バフーンやろ。オッケー、見て、よしよし、カラス近いな、ここらへん、あっちか。もう早く降りてこい、あっちらへんじゃない。オッケー、あーリーチが長い。燃えてる燃えてる。さあだ、食らったダメージは金箔で回収。痛い、もうグレートはほぼ飲んでないね、1回しか飲んでないね。どうだ、近い、うーカラスやめて、後ろ、うわ削られるなマジで。ちょっと癒しの煙筒炊いてるんやったらそこ行きたい。前詰める、そう、お、これは流撃砲で思いっきし回復したいですね。よーし、オッケー、流撃砲で思いっきし回復したいですね。よーし、オッケー。さあ流撃砲が回復薬グレードですからね、ここは頭に早めに打ち込みたい。よーし、オッケー。さあ V 破壊完了して体力もマックス、バフーン回るでしょ。さあバッチバチ攻撃して引っかきも大丈夫、向こう行ってくれた。ワープしたら刺す、ワープしたら当たらんけどもこれ当たる。 OK、 流行砲は隙あれば撃っていきたいですね。滑り込んでくる、引っかき、こっちホーミングして、おお危ねえ、当たってなかった。ワープするよね、こっちか。何か、何のんきに歩いてんだお前。間に合うか。オッケー、よしよし、そのウェーブも大丈夫。ウェーブってか高速か、それ。はい、流行砲に頭に刺して、これも高速。俺んとこに来てもおかしくないけども、なぜか来ない。もう一回流行砲打ち込ませてもらうぜ。また高速か。ナイスナイス。やばい、切れ味が、切れ味が黄色だ。あー流行砲当たらん。そろそろ解きたいですね。ちょっと一旦解こうか。敵のか、くっそダメか。もう一回解きたい。一回だけ。解かせてくれないよね、なかなか。オッケー、助かった。ウェーブが構成してくれた。ウェーブの攻撃位置が、うー怖え、さあ流行砲、オッケー、よーし、ということで倒すことできました。エンシェントレーシェンかな。いやー、やっぱ金箔回復回の超回復力にはもう助かりますね、本当に。まあ、こういう敵に対して、特に削りの敵に対しては、本当に無類の強さを誇りますね。まあ、何回かレーシェンやってみた結果としては、やっぱりそうですね、あ、なんか回復アイテム使うたびに納刀してたらやっぱり時間かかりますので、やはりアイテムを使わないように、まあ、あのひたすら攻撃に徹するような立ち回りが一番僕はしっくりきたのかなというふうに思いますね。やっぱ金箔だからできたのかな。他の武器でもね、できたらいいんですけど、やはり体力回復量アップのね、やっぱこのスキルと金箔回復回の組み合わせは非常に強いということがね、今回証明できたかなと思います。まあね、他にもいろんな装備のね、構成とかもいろいろ練って考えてみるんでね、また動画で紹介してできたらなと思います。とりあえず、ご視聴ありがとうございます。あとリザート画面までいきましょう。はい、ということでリザルト画面でした。まあ、特になんか目ぼしいものはありませんけども、まあ、大体30分ぐらいですかね、マルチだったら。これソロでクリアできる気せんひんけどね。ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。